一橋大学国際企業戦略研究科国際企業戦略専攻通称一橋 X は一橋大学発祥の地である神田一橋に開設された日本初の専門大学院一橋大学の6つ目の大学院研究科として1998年4月に設置された2018年に小学研究科と統合され 現在は経営管理研究課内の専攻となっている。専攻長は、一条和夫教授。学術総合センター一橋 X を構成する MBA、N は DBA という3つのコースは、いずれも東京、千代田区の千代田キャンパスにおいて開講されている。上記の3つのコースでは、すべて授業が英語で行われており、MBA プログラムは、学生の8割が、 演場では半分以上が留学生で構成されている。ミッションは日本とアジア、そして世界を結びつける架け橋となる。知識を創造し、マネジメントし、普及するための国際的な最先端の研究拠点として機能する。こうした役割を通じて、二つの世界の融合を実現すること。千代田キャンパスは2000年4月に竣工した。 学術総合センターの中に所在しており、かつてこの場所には一橋行動があった。また、一橋 X はイノベーションにより高い収益性を実現している。企業に送られるポーターショーの運営組織としても活動している。フルタイムの英語、MBA プログラムで受験時に2年生と1年生の選択が可能。9月開始の学年歴を採用し、 学年度は4学期制を導入している。学生の80%が留学生で構成されており、QS 社のグローバル MBA ランキングで国内1位を獲得した実績を持つ。平均年齢は31歳。クラスサイズが40から50名と一般的なビジネススクールに比べて3分の1程度と少人数制をとっている。教師、学生比率は1、3。 西洋と東洋、大企業とスタートアップ、利益と社会貢献、自身と他者といった一見賞を反するモデルを理論と実践的な、ケース立てから統合的に学ぶことができる。日本で唯一世界30校以上のトップビジネススクールが参加するノムアライアンスに設立当初から参加しており、豊富なネットワークを有している。連携校である北京大学校科管理学院、 ソウル国立大学経営学部経営大学院、中国人民大学、イエール大学経営大学院、インド経営大学院との1年間のダブルディグリー制度や世界18校のトップビジネススクールへの3ヶ月の交換留学制度、ノム連携校と1週間の集中講義、北京大学、ソウル国立大学とのベストアライアンス協定による集中講義といった機会が提供されている。 アメリカ大陸ヨーロッパアジア忙しいビジネスリーダー向けのパートタイム英語 MBA プログラム。授業は主に土日に対面講義とオンライン講義を組み合わせて構成されており、1年間で MBA を取得できる。9月開始の学年歴を採用し、学生の50%が日本人で構成されている。平均年齢は40歳、クラスサイズは15名程度と少人数。 すべての授業が必修。受験時に g マットスコア提出を必須としない。日本、欧米双方の経営手法の強みを学び、グローバル化が進む経営環境において、それらを有機的に応用できる経営人材を育てることを目指している。3度の海外研修を通じ、新興国でのビジネス展開の手法や異文化経営を学ぶとともに、デジタル革命がいかに今後の経営を変えていくかなど、 最近の企業経営にとって欠かすことができない内容が学べる。3度の海外研修があり、グローバルなビジネス課題を肌で体験することができるカリキュラムとなっている。バンガロールバンガロールに1週間滞在し、日本企業、欧米会資現地企業や非営利団体を訪ねる。現地の経営陣や企業家と接し、躍動するインドハイテク業界の中心地で、 新興国における経営の課題、ビジネスのチャンスと失敗原因、社会問題解決への取り組み等、現地の専門家から学ぶ。シリコンバレー企業によるエコシステムをリードする、シリコンバレーに一週間滞在し、現地のエコシステムのキーパーソンと交流し、企業のチャンスと課題を体験する。最新の技術革新が、既存ビジネスの破壊だけでなく、世界的な課題を解決する。 可能性現地の専門家からについて学べる。グローバルネットワークウィーク GNW では、飲む提携校から各自1校を選択して、現地でその学校のエグゼクティブ MBA コースを1週間、集中的に受講し、海外ビジネススクールの見解、プログラム、教員の専門的知識から学ぶ。マネージャー職にある他校の学生たちとともに講義に参加したり、現地企業を訪問して、 最新のビジネス課題に詳しい専門家に話を聞くことができる。一橋 X の DBA は経営学の知識を追求し形作ることによって、グローバルビジネス界の思想的指導者を養成するためのプログラムとなっている。DBA で学ぶ学生は、経営学の調査、研究、実践を通し、学者、教員、指導者、コンサルタント、 上級管理職としてのキャリアを目指す。9月開始の学年歴を採用。学生の75%程度が日本人で、教師、学生比率は1、2.5。原則として、パートタイムのため、学生は DBA の取得に取り組みながら、上勤の仕事をそのまま続けることが可能。一方、文部科学省や学術振興会から奨学金を受けている学生は、 論文指導教員と相談の上で仕事を辞めてフルタイムのコミットをすることもできる。また DBA は博士論文指導を軸とした個別指導スタイルで学生の主体的な活動により重点が置かれている。一橋 X のエグゼクティブプログラムは学位は授与されないが各企業のニーズやビジネス課題にフォーカスし一橋 X の教授陣が最適なプログラムを 作成し、セッションを担当する。エグゼクティブプログラムには、それぞれ特徴のある4タイプがある。一つ橋 X では、世界のトップレベルの大学より研究員、教員を招聘しており、ほとんどの教員が、他のビジネススクールでも、教鞭を取った経験がある。また、教員の半数以上が、世界的な企業で、リーダーとしての経験を持っている。ゼミ指導教員、客員。 特任教員。一橋 X が QS グローバル MBA ランキング2019。一橋 X2021 年3月23日、閲覧。MBA プログラム平均年齢。一橋 X2021 年3月22日、閲覧。エンバプログラムの特徴。一橋 X2021 年3月22日、閲覧。ありがとうございます。